どうもこのブログやってますとですねちょっと日本社会に対するまあ苦情というか問題点というかそういうのが多くてですねなかなか前に進めないんですよね。本当は前に進みたいんですよ私はまあ科学者なんでまあ東京大阪間昔6時間だったらまあ新幹線を引いて3時間にしたいとかそういうふうにこう思う方なんですがなかなかこう前に進めないんですね。 でなんで前に進めないのかっていうとまあ今日 NHK がこの寒いのは温暖化のせいだなんて放送してましたけどもやっぱりそういうことが足を引っ張っ張ちゃうんですねインフルエンザものワクチンも今はまあ一生懸命勉強中なんですが、まあ、インフルエンザを少しでも減らすにはどうしたらいいかっていう方にどうも話が向かわないんですね。あのワクチンが悪いかいいかっていうのう話にまあ紛れ込んでしまうわけですね。 でどんんななものでもででちょっとそうなんですよ、えー、憲法の9条もそうだし沖縄の基地の問題もそうだしそれから慰安婦はまあ朝日新聞のでっち上げですけどもそれもそうだしそれから温暖化の問題もリサイクルの問題もそれから血圧とか、えー、インフルエンザの問題もみんなですねなんかこう前進の方向に行かないんですね。 でちょっといろんな人ともその理由をこう議論してみたところですねまあとにかく一つは議論せずに罵倒すするるののがが先っていうのがあるんですねこれはもしかしたら臨時の問題がまあここ23年かもしれない23年というか20年ぐらいかもしれませんね日本社会の問題というよりかみんながネットなんかで意見が言えるようになったでやっぱり意見が言えるようになると最初は人を罵倒したくなるんですよね。ですからまあ えー、議論せずに罵倒する何しろこう本当の真実を知りたいというよりか人をやっつけたいという方が先になるっていうのは、まあ、人間の心理としては分からないわけじゃないんでこれは時間ととともに解消していいくんんじゃないかと思うんですねあの私に対する罵倒っていうのも192000年ぐらいはものすごい激しかったんですよ。<laughs> もう何を言っても罵倒されるっていう感じだったんですけど最近はまだ少しこう。 こう話し合おうというか話してみようという感じが出てきたことはあるんですね。でその全体としてはやっぱり意見を早く作りすすすぎるるいう感じがするんですよねあの結構事実っていうのは難しいんでもちろん温暖化とかそういうのは非常に難しいワクチンなんかも非常に難しい、えーまあ、憲法9条なんかも非常に難しくてですねであの感覚だけではちょっと処理できないんですね。あもう少し 他人の意見をしっかり聞いたりからみんなで整理したり例えば憲法9条でもみんな戦争したくないんですね戦争が好きな人っていないんですけど平和を達成すするたためにはどううしたらいいかっていかだけの問題なんですね沖縄も基地がないに,に決まってるんだけど基地がなくても中国に占領されないかっていうことなんでそこのところをこう議論してどこにもし意見の違いがあれば違いがあるかっていうところまでいかないんですよ。 それからやっぱり僕は NHK と朝日新聞っていうこと存在がですね非常に日本のこういうそのまあ NHK の前の NHK の会長になった人がですね政府が右といえば右とそれしかしょうがないじゃないかと言ったわけですがまさに今日ですねこの寒波は温暖化のせいだとそれはですね そういういい人を探してこれば必ずいるんですよ世の中にはですねそれはいるのが健全なんですよ。温暖化するとして人もいれば温暖化しないという人もいる。問題はですねその時にどういう報道をするかってことなんですね。まああのこのブログで読売新聞の2月1日のタバコですね。タバコもタバコと肺がんの関係があるという人もいれば関係が薄いという人もいるんですよ。 特に副流煙ななんんてていいいいうのはもう議論紛失なんですすね、まあ、半々とと言ってもいいと思いますだからそれからタバコには利点もいっぱいあるわけですね。だからそういうものをこのその通り報道すればいいのにそしたら深まっていくんですけど政府が右といえばつまり政府が温暖化対策をやっていればどんな寒冷化しても温暖化というとそれからタバコもですね 害害ががないといいとうのが多いの多に害だけ報道するもちろんあのお主婦がお金がかかるからタバコ嫌だとかタバコの臭いが嫌だとかタバコの火災の危険性が増えるからタバコ嫌だっていうのもあるんですねそしたらそれをやればいいのにですねそれは言うとバレるからっていうんでやらないわけですねそしてある方向を作ってしまうつまり議論せず罵倒して 意見が先にありマジョリティを作って多数派を作ったらもうそれに政府が乗るんで全員がなだれ込むと今度はもうどん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 そっちに加速して何だかわけが分かんなくなっちゃうとである人が私にですね「武田先生が特別なんですよ」と「武田先生は1人たり300人ですからね」って言われたんですね。えー、これはですね私が例えばタバコを吸っても肺がんになる 可能性が少ないとか、それからリサイクルをすると資源が無駄遣いになるとかですね。地球の歴史から見るとですよ。これ地球の歴史から見ると、あ地球は温暖化しないとかですね。えー、そういうある見方をしますね。そうしますとある見方をすると、それに対して300人が束になってかかってくるんですよ。なぜかったら 全員が同じなんですそれで全員が同じなんですけどその同じな全員の300人のうちデータを持っていてご自分で判断されるっていう人はほとんどいないんですね。あのー、石油がすぐなくなる40年でなくなるっていう時があったんですよ。今から随分前ですけど。で私がそんなことないと言ったらですねみんながそう言ってるって言うんですね。みんながっていうのは何だったかって言うとですね 一番根元は石油会社のデータが出たときにそれに乗った人がいて日本の専門家とか評論家が全部それに乗っかっちゃったんですね。ですからそれに国民がそれを NHK が報道するアサシチムが報道する。するともう石油は40年でなくなるってみんなが言うそしていや40年じゃなくなりませんよっていう例えば私なんかをものすごく攻撃するところが面白いことにですねあの40年経って 1970年ぐらいの時40年って言ってそれから40年経った2010年にまた NHK はですね7時のニュースで石油はあと40年って言ってるんですよその時に一言ね私たちは40年前に石油があと40年と言って社会を騒がせました報道機関としては誠に恥ずかしい限りですとだけど今でも石油は一応40年となってますのでそのまま報道をさせてもらいますが えこのデータは怪しいかもしれませんとこう言えば <laughs> そう正直に言えばいいんですよね別なその方が信頼性も高まるしいいんですよ人間としても立派ですしねだからそこに踏み込む勇気がないんですかね何かがやっぱり欠けてるんだと思うんですね。でワクチン今調べておりまして私はねまだワクチンがいいとか悪いとかあんまりはっきりは言ってないですつまり分かんないんですよ。ただ おそらく全体から見れば僕はですねワクチンインフルエンザワクチンがいいとか悪いとかっていうことはあんまり興味ないんですよ。それよりか毎年毎年ワクチンで結構かわいそうな人がうんとなくなるのでねそれを少しでも減らすためにはどうしたらいいかっていうこととかそれからあのこれはもう皆さんも経験してると思うんですけども自分の身の回りの人ですね家族とか友人とか仕事場とか。 インフルエンザに誰かかかったっつったらですね。それは結構ひどいだろうな。8度ぐらい熱が出るだろうな。苦しいだろうな。ま休んだ方がいいだろうなとこう思うわけですよ。で、これはね普通の風邪よりかはひどいんですよ。普通。ですから、このインフルエンザっていう問題。毎年毎年季節的に流行るわけですから、これを何とかこう弱くできないかなと思ってるだけのことなんですよ。ところがですね。その私の意図が変なふうになっちゃうんですね。 例えばあのリサイクルもそうなんですよリサイクルは別にあの資源とかそういうのを節約した方がいいからできるだけ節約する方法をとかみんなの負担にならない分別なんかしない方法がいいんじゃないかっていうと何言うんんだと来られちゃうんですねで、えーさえー、と憲法9条もそうなんですけども平和日本の平和を守るためにはどうしたらいいかって言い始めると「何言うんだ!」ってこう来るわけですね。 それでだから何て言うんですかねこう誰も親身になっていないっいう感じなんですよ。えー、例えばあの食塩を食べても血圧の上がらない人がいるとそれはもう医学的にものすごく多くの論文があるんですけど何言うんだって話になっちゃうんですね。ですから本当は一人一人が幸福な人生を送るために我々は日々活動してんじゃないかと思うんですけどもどうももう一つ暗くなっちゃうんですね。 なんとか打開したいと思います。なんとか打開します、私。